ようございます。すいません、8時半って予約したんですけど、私はバカなのでもう夏休み期間終わってるから8時以降できないよって言ってるのに、私は8時半に予約を入れてしまって、でお母さんから今さっき電話が来て8時以降できないよとか言われて、だからすぐしました。だってなんかお休みがあるとさ、なんか夏休み気分になっちゃうよね、どうしてもなっちゃうんですよ。星ありがとう。あ、そうだ、昨日ね、ありがとうございます。え、あのね、みんなね、あの衣装がとっても可愛い、はい、衣装さんが天才すぎるんですよ。もうみんな衣装が可愛い。あれめっちゃさ、あの普通の服でもないけど可愛い。そもそも本当は可愛い服をめっちゃアレンジして作ってます。だから本当にとても可愛かった。見てないな。でもないと思う。でも可愛すぎた。姉ちゃん、言わない方がいいかな。そうだよね。今日は私会だ。マジでかゆいんだけど。今日は私会、来てくださる方。暑くない？ちょっと暑いかも、うん、
いやそうだよね。皆さんお仕事があってさ行けないよね私かい。いやしょうがないで。しょうがないこと。うん、おやったうん食べたかったやつ。君ダメだよ菓子パン。やった来てくださるんですね嬉しい。ありがとうございます。お疲れ様でした。やばい鼻水出そう。したね。あーはい、昨日はね鼻水大丈夫だったんだよね。公園にね着いた瞬間鼻水止まった。公園間違えた、うんうん、劇場着いた瞬間止まったんだよ。すごくない？初見さんありがとう。公園って言っちゃった。まだ起きてないね。ねえよかったよね。まあでもまだ出るんだけどね。仕事行ってらっしゃい。うわーばあさんみみん。え、そうなんですよ。それもさ、すごくないですか？でもねみんな印象バラバラなんですよ。同じかと思いきやみんなバラバラ。めっちゃ可愛い。やばい喉がなんかカラカラです。何がいいの？何がいいの？何がありますか？おはよう。いちごレモネード。牛乳。いちごちょっとでいいよ。うん、朝からちょっとレモネード飲めない。どっちがいい？そうだったんですね。
確かにあの意思を受け継ぐな、受け引き継ぐな。本当ですか？そんなに可愛かったですか？ありがとうございます。目は覚めてないです。だって起きたのなんか15分前ぐらい、10分前ぐらいですからね。誰だろう。私ね、サホちゃんとかは可愛いなって思ってて、めっちゃ可愛かった。でもサホちゃんとかあと凪ちゃんのやつも可愛かったな。以上です。こんな鼻声で終わった司会いけるのかよ。まあ今日も一日終わったしか頑張ります。えいえい、おー、いや私ね、本当スタイル良くなかった。だからもうちょっと頑張るね、スタイル良く見えるように。何を笑ってるんですか、あなたは。味が黒かった。味が黒い、黒かった、黒かった。でも何が白いのかな、めっちゃ黒く見えた。いや、そうけどスタイルよく見えたよ。ありがとうございます。やめなさいよ、もう。やばい。あ、そうだね、あとは5万再生いった。え、やば、すごいじゃん。ええ、それってどっち、一瞬の花火の MV。 ええ、すごくない、え、現実受け止められない。だって昨日とか何だっけ、まだ9000だったよね。え、それまで言ってないわ。1300やばくない？ 5 万だってもう。やば、みんなありがとう、見てくださって。いやでもあの MV はいいと思います、いいと思います。私は好きです、本当に。一瞬の花火、素敵な MV よ。エモい。
エモエモ。え、私全国に見つかってないよ。だってあの MV 参加してないもん。あれは選抜生なので、私はいないから、多分私は伝わ全国には伝わってない。どっちかだって、あれかというと、あのはるかさんとみみゅさんとななみさんが、皆さんから認知をもらったじゃないですか。なな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 な。かわいそう、大江さんそんなところに置いちゃって、ひどい、あんまり来て今の時期の話を。昨日のショールームどんな感じだったかちょっとよくわかんないんですよね。多分ね、トラブルが起きちゃって、一回やることになってた。こんな感じだった。でも YouTube に見返したんです。あの最後の方さ、なんか裏の声が聞こえてたみたいな。え、そうそう。すごかったよ。裏の声が聞こえてて。あ、まずかったですね。MV が流れなかった。ね、MV が流れないトラブルが起きて、映像だけだった。なんと裏の声が聞こえるというね。いや、よかったですよ、私。あった。私喋ってないかなかったからよかったですよ。本当に変なこと言ってなくて。なんだけど、花江さんがね、泣いちゃったの、配信が終わった瞬間。間違えちゃったって言って、多分それが聞こえてると思うんだよね、うん、違った。え、それ聞こえてたよね。今ガロクしてるよ。私ガロクした。反射で私が映りそうだな。じゃじゃーん。あめあめ。反射で映りそう。C D C C。怖いね。ちょっと待って。ピッピッ。昨日もらっちゃった。C D。見せていいよ。ただで。まあそりゃグループなんで特権を使わせてもらいますよ。かわいい、めっちゃ CD かわいいんだけど、見て、こうやったら一瞬の花火で出る、すげえ、すギョい、すギョいぞ。いや、得点入ってない。歌詞だ。コープにはいくつもの遊び的が歌詞があったから読んでたんだけど、確かあれは暑い夏の日、愛するもんね、
姉ちゃんも持ってるよ。姉ちゃんもね、タイプ A、 間違えた。タイプ何？あ、ブスで A、C、H、H、H、K、 何？姉ちゃん、どこ行く？ある。じゃあそれ、これ、じゃあ、いた、5つで首、肩負傷した。 A、B もある。A、B もあるよ。だって。曲です。こと、あ、そうじゃった、今日8時までなんだよね。まあ当たり前だけど私8時半からやろうとしてたんだけどね。ティッシュちょうだい。あ、どうぞどうぞどうぞ。ねえ、これ食べちゃうね。今だって買ってきてくれたんでしょ。だって今日食べないとさ、うん、買ってきてあげたけど朝ごはんの後にしよう。分かった分かったよ。あっち行け、あもみ、あっち、逆だった。あ、ごめんなさい。いや、それはないですね。はい、お姉ちゃんのサインが欲しければお姉ちゃんにレイナさんの交換を求めてくださいそしたらサインもらえますよ。え、どうしよう、直筆サインですお姉ちゃんの。ねえ、これは本当に本当なんですよ、マジで。うん、あ、そうだね、懐かしい、ペットボトルにサイン書いてました。懐かしいな。もう多分捨てた。今はどこにいるんだろう。ははどこにいるの、私のペットボトル。私のペットボトルの行方はリサイクルされちゃった。お家どこかにリサイクルされた私の、私とお姉ちゃんのサイン付きのものがバラバラになってどっかにリサイクルされてるのか。
おはようございます。はい、なんか今日はね、まあ、最近私朝ごはん白米食べてるんだけど、今お姉ちゃんがあの米を炊いてくれてて、だからまだなんだよね朝ごはん、まだピーって言ってないから、あと3分、あと3分だって、もうすぐで食べれちゃう。お米よお米。わあ無理だよ私、ひなつさんになれない。ご飯炊けたよ。あ、絶対あんな可愛く言えません、本当に。あれは可愛すぎますよ本当に。でそれはさすがに嫌だな。飯はまだか、普通に言ってそうでおもろい。姉ちゃんご飯炊けたよって言える？言えない。だって言えない。だって日向さん風にでしょ。うん、それ無理だ。無理だよね。あれはね、日向さんしかできないんですよ。私もね、あ、炊けた。ねん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 、炊けた。ご飯炊けたよ。ご飯炊けてないよ。ご飯炊け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 たよ。星ありがとう。何作ってんの？え、何でしょう？目玉焼き。うざい、ああいうの本当に。もう星ありがとう。こんなもんでいい？目玉焼きやん。うん、もうちょい焼いた方がいい？どんぐらいがいい？焼き加減いいよ、なんでも。じゃこれちょっと私は鉄分を取らなきゃいけないので、もうパンは我慢します。今日は白米食べなきゃいけない。じゃあママ、じゃあママどうしよう。いいや。はい、鉄分不足なんですよ。かなり失ってしまって貧血になりそうです。先に見た。どうしよう。それとも栄養の補充する？どうしよう。あ、コーラ落ちた。
リンゴ、ブドウ。朝はさ、栄養の方がいいのかな。ん？お姉ちゃんどっちがいい？じゃあこっちにしようか。うん、これはさ、お渡し会の前飲んで持っとって。もうみんなに言っていい？ダメ？いいよ、じゃあ言えばいいじゃん。あのね、マジで昨日の夜緊急事態起きたんですよ。マジでマジでやばいの、本当に。え、けどさ、そんなさ、重大重大っていうか重症みたいな言い方しないの？はい。あの昨日ね、公演終わって、公演じゃない配信が終わって帰ってくる時、帰ってきて落ち着いた瞬間に、なんかめっちゃ鼻水が出たの。だから頑張って吸ってたんだけど、もう耐えられなくて、ティッシュこうやって見たら鼻血でした。え、一昨日も鼻血出たよねって話で、それがね、その鼻血がすぐ止まるのかなって思ってたら全然止まんなくて、もうね、本当に止まんなかったんですよ、ずっと。よいしょ。わあ、ご飯だ。いや、本当にやばくて、もう本当にずっと止まんなかったんだよ、1時間ぐらい。だから電話したんですよ。行けるできるところに。そして止め方、ね、そう、止め方を教えてもらい、ずっとなんかこうやったりしてたんだけど、でもそれやってもなかなか止まんなくて、で口から出たこと言っていい？やめた方がいいね。もう言っちゃったじゃん今確かにね、マジで1時間じゃ済まないんだけど、本当にずっと止まんなくて、で最終的に口からなんかよくわかんないけど、口から芯が出て、切ったね口から芯が出たんですよ、急に。うん、でそれで止まりました、やっと。はい、ご飯。マジびっくりした、口から芯が出たんですよ。え、うまそう、こっちの方が。そう、マジで芯っていうのはなんか鼻血が固まってるもの。が芯で、その芯を出すと止まるんですよね、鼻血って。だからずっとそれが出るのを期待してたの。全然止まらないから、本当にあのティッシュを変えてもズルルンって落ちてきて、こうやってブルルンって落ちて、大量に本当に大変でした、昨日の夜。もう本当に、マジで大変でした。箸、スプーン、フォーク、どれ？お箸。箸？大変だったよね。うん、私が大変だった確かに、お姉ちゃんめっちゃ手伝ってくれた。そう、私が鼻血出すから、で飲み物もさ飲めなくて、だからストローを買いに行こうってなって、お姉ちゃんまたコンビニ行ってくれたんですよ。
でそしたらなあとストロー売ってなくて、だからストローもらってきてくれたんですよ。で飲むじゃないですか。そうそう。でそしたらもう鼻血が出すぎて鉄分が足りてないの。まあ美味しそう。醤油？鉄分を今度はコンビニでまた買ってきてくれたんです。だから二度でも二回コンビニ行ってくれた。優しいですね。こういう栄養のものも買ってくれてありがとう、はい、嬉しいよ、はい、私もお姉ちゃんのためになんかできたらな。芯はねめっちゃでかい。いやめっちゃ、うん、でかいっす。でかいよね。な長くてでっかい。びっくりした急に口から出てきたんですよ。私もびっくりしたもん。な何で例えればいいの。例えない方がいい。オッケな、絶対これうまい。あ、絶対うまいかも。ていうか箸ないやん。あ、ごめん、ごめん自分で食べるの優先しちゃった。いや、置いてるグレーでしょ。白だっけ。いや、そのシーンは撮ってない、もう捨てた。これこれだっけ。さすがにね、さすがに撮っては置かない。醤油汚いんで、うん、醤油、お醤油ちゃん。醤油。私はね、これかけちゃったよ。焼肉？え、だからこんな鼻の大きさどころじゃないんですよ、シーン。うまそうでしょ。シーンはね、こんな鼻の大きさじゃなくてね、なんかここらへん。これへんまで生えてるようなでっかい芯がボワーって出てくるんですよ。ボードド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 って。びっくりしたわ本当にさ。それが口から出てきた。え、びっくりん技術。塩、あ、間違えた、胡椒。上胡椒です。これでいいや。何そのつけ方。知らないよ。見せてみない。絶対おかしいよ。た、目玉焼き今日の朝ごはん。その醤油のつけ方やばいでしょ。いってらっしゃい仕事。そうなんですよ、かなりの大きさで、その固まったものが出れば鼻血が止まるんですよ。うん。よいしょ。私はお醤油ちゃん、目玉焼きには。え、絶対うまいでしょ。うまいと思う。は？マスキやるかい？あい、ブルルバーズブブタタ。そうなんじゃない？へえ、塩コショウ。でも姉ちゃんさっきかけてた。うん。ねえ、ちょっと一口食べてみて。うん。はい。
どこ？もうちょっと味濃い。え、やべ、うまそう、あんたのでしょ。もうちょっと入れないと。どんぶりにしてるのがこりゃまたね。かかってるそこ。うん、え、うまっ、やば、めっちゃうまい。うまいでしょ、新たな発見でしょやばい、これそうなんだよ、興奮すると話出ちゃうからさ控えめにしてる。はい、じゃあ壇上読もうかな。また途中で切れちゃうから、もう今日はいきなり14位から読みますね。お姉ちゃんが13位にいるんで。あ、そうしてください。いきます。14位に店員さん、ありがとうございます13位はお姉ちゃん、12位プチャンマシタキョウヘイさん、ありがとうございます。11位イチオルさん、ありがとうございます。10位村上さとしさん、ありがとうございます。9位くんちゃん、ありがとうございます。8位チョコレモンさん、ありがとうございます。7位妄想貴族さん、ありがとうございます。6位名古屋の山っぴさん、ありがとうございます。5位じんさん、ありがとうございます。4位まこちゃさん、ありがとうございます。3位ひらしゃいんぽむさん、ありがとうございます。2位アセトンさん、ありがとうございます。そして1位メガネさん、ありがとうございます。お渡し会頑張ります。ありがとうございました。お客さん釣ってきますね、頑張って。できるの？くさ、うるさい、びっくりした。バイバイ、ありがとね。あと20秒みんなお仕事頑張ってね。あと15秒。はい、バイバイ。10 9